で、今回、主に登場する人物っていうのが、まあ、雪村と、香港さんと、会社です。この会社で、起こってる問題なんですよ。主に何で揉めてるのか。全部ひっくるめて言うと、お金です。このお金がきっかけで、雪村と香港さんは、いろいろ言い合いするようになってしまいました。で、そこに、今回の神プロの件だったりとか、そのセクハラ問題とか、二人が表に出してますよね。そういう話を。もうこういう話が出たのは、全部お金の問題です。お金がこの二人の関係を壊しました。はい。お金ってやばいなと思った。人を変えてしまう。まあその雪村って何回かライブしてるじゃないですか、大きいライブ。まあその上ね、支払いとかが遅れてたんですよ。で、なんで遅れていたかというと、まあそれが一つの会社の請求っていうか、そのお金が香港さんたちに入らなくて、社長の方に。いや、そっから社長が雪村にお金を払えてないと。うん。で、その上で、まあ雪村がとある暴走したの、皆さん覚えてますか？なんか1億ぐらい稼いだのに入ってるお金が全然少ないみたいな、なんか暴れているツイートありましたよね。まああれがガチできっかけです。あれきっかけで雪村が香港さんに対する不信感、なんか本当に信用していいやつなのかのが始まり、まあ、これ僕も動画化してるんで、ぜひですね、こちら大喧嘩、雪村と俺の事務所の社長がガチで喧嘩で絶縁、大手音楽会社が給料未払い、全ての真相を語ります。まあ、こちらの動画見てから今の動画見てもらえると、まあよりね、分かりやすいかと思います。で、何がさらに不信感を増したかというと、神プロってあったじゃないですか。雪村が、まあ、メンバーを集めて新しい歌い手グループ作るよっていうものがあったんですよ。今それ崩壊してるんだけど、その神プロに香港さんも関わってるんですよ。香港さんが関わるイコール神プロに対しても、まあ、ちゃんとできてるのか、どうなってるんだみたいな。で、そっからまた雪村の不信感がより強くなるんだよね。まあ、簡単に言うとさ、やっぱ人間なんで喧嘩とか言い合いってあるじゃないですか。まあ、たとえ会社の社長だとしても、こう人に対して強く何かものを言ったりとか、指示したりとか、まあそういうものがあったりするんですよ。その神プロのことについての喧嘩も多かったの。でもこれはよくチョコラビでもあるやつね。あ、それがあった上での、なんか雪村の暴走ツイートがあったっていう風に思ってもらえれば、わかりやすいかなと思います。で、こっから雪村が、まあノートの方で、まあいろいろ暴露しだします。生きる遺書っていうノートがあるんですよ。まずお金の件、自分に身に覚えないものでお金が使われてる。まあココイチの件とかそうですよね。あとなんかで、お金が、まあ、一切支払われてない。あとそっからお金の件から、まあ、最初に話したセクハラの話とか、そういう話がもろもろ出るようになります。まあ簡単に言うとさ、雪村が最初の方にも言ってたんだけど、チョコラビの赤字を雪村が負担してたとか、その自分が頼んでいないココイチのお金とかを勝手に使われてたみたいな、なんかそういうお話とかがもういっぱい出るようになっちゃって、で、人間って一つ疑うと全部疑っちゃうじゃないですか。はい。まあそういう生き物で不安になると思うんで。ここに対して香港さんが、なんかいろいろ言おうとしてたの。これ話聞けてて、もうポケ我慢の限界と。証拠もある。こっちは証明できる。お金の件に関しては。不正は一切してない。もう証拠もあるし全部出せるんだけど、暴れたら何が起こるかわからないじゃないですか。香港さんも暴れたら。しかも社長という立場だから。前回、香港さん、社長の立場でそういう発言するのどうなのとかいうので荒れてたんですよ。そうだから俺がもう止めたの。暴れるのはやめとこうって言ったんだよね。で、その後僕、ちょっともう確かに、このままじゃ良くないなと思って、雪村に電話したんですよ。で、電話できるっつって電話して、まあいろいろ話を聞いたんだよね。うん。お金の件とか、どういうものがどうなってるのかっていう。話を聞いた上で、まあ僕がちょっと思った話をすると、まあ時の雪村って人間不信になってたから、もう誰疑えばいいのかもわかんないし、誰と何を話したらいいのかもわかんない状況だったの。一つ疑ったら全部怪しいと思っちゃう状態になってたから、もう全て怪しいみたいな。だからちゃんと証拠を踏まえた上で話し合わないといけない。から俺が、じゃあ全部清算した上で、雪村、俺の配信で話そうよって言ったの。そしたら、もう俺は表に出る気ないと。なぜかというと、大人を挟んでるからって言ったんですよ。大人ってなんだろうと思ったら、弁護士って言ったの。あ、こいつ弁護士を挟んで香港さんと話そうとしてるんだって。なら俺が表で話す必要ないなと思って。その時にちょっと矛盾点が一つあって、皆さん弁護士踏まえた上で話すって雪村言ってたんだけど、もうノートでいろいろペラペラ喋ってたんですよ。で、このペラペラ喋ってたノートの内容が、第三者から見たら圧倒的に香港さんめっちゃ悪くねっていう書き方だったの。何に対しても。お金も勝手に香港さんが使ってる。何もかも香港さんが金を取ってる。殿中が買ったグッズのお金とか、全部雪村に入ってない。俺は騙されたんだってノートの書き方だったんですよ。でもその時俺通話ね、いや、香港さんと大人を挟むんだったら、
ならノートの更新をやめてくれって言ったの俺。でなんでやめてくれって言ったかというと、チョコネミリスナーも不安があると。お前のノート見てるのってトノジュだけじゃないから、プラスハロウィンライブがあったから。で社長がいろいろ暴走されてハロウィンライブがめちゃくちゃになるの俺は嫌だったの。そしたら雪村がノートの更新を一旦止めました。本郷さんにも言いました。まあ、雪村がノート辞めるって言ってくれたんで、一旦僕らも黙りましょうって。で、これ以上雪村が話すようだったら、デッドラインを超えたってことで、僕の配信で兆候を踏まえた上で事実ベースで話していきましょうよと。で、本郷さんもそれ納得して、じゃあ分かりました、そうしようみたいな感じになった。そしたら雪村またノートで暴走して、あいつもうまたうわーって書き始めたんですよ、あいつ。いや分かってたんだよ、分かってた、こうなるの分かってた。いや分かってたけど、お前30代だろと。お前あやなんやないかい。この特徴は完全にあやなんやないかい。こっからです、皆さん。こっから香港さんも我慢できなくなって、僕の許可なしに配信撮ります。はい、芝優やないかい。その特徴は完全に芝優やないかい。俺が裏で動いても何やってもうまくいかない。何やってもうまくいかない。でこれまあ簡単に言うと、まずお金の件は三木村も認めてんだけど、香港さんは知ろ、不正でお金を入手してるとかそういうものは一切ないと。香港さんがお金の件で何かを不正してるってことはなかった。もうみんなが責め立てることじゃないんだけど、じゃあなんでまだこれが終わってないかというと、まず一つ、お金の件。雪村ってファンクラブのサイト作ってましたよね。これ実は、これどの企業もそうなんですけど、一つのファンクラブサイトっていうのを作るのに何百万もかかるんですよ。雪村のファンクラブのあやつあったよね。あれも実質何百万以上かかってて、例えばみんながファンクラブに入ってお金は稼いでたんだけど、実質赤字になってたりとか、その分やっぱ裏でかかるお金もあったんですよ。で、もう一つ、雪村って体調不良で確か名古屋のライブのゼップって飛んでましたよね。あれ、会場のキャンセル費用とかかかってるんですよ、ちゃんと。ライブって借りるのを何十万とかでしょうって思う人いるんだけど、何百万とかかかります。しかもそのライブに、これバンドの費用もかかりますよ。バンド陣呼ぶってなったら。で、プラス照明。ライブ会場ってセットがあると思うんですけど、そのセットって自分たちで作らないといけないんですよ。この自分たちで作ったセット、これもめちゃくちゃ金かかります。スタッフとかその他諸々含めて、これも全部お金かかるんですよ。人件費とかも。雪村めちゃくちゃ金稼いでるんだけど、その分かかってる費用も莫大なんですよね。まあ、でも、俺ら活動者ってビジネスのこと全く知らない人が大半だと思うの。雪村って単純にめっちゃお金稼いだからめっちゃもらえるっていうのが頭の中にあったと思うんだけど、思ったようにどう何が費用でかかってるのかを理解してなかったから、自分は1億稼いだのに入ってるお金が何百万しかない、これ詐欺だってなっちゃったと思うんだよね、雪村って。でも実質蓋開けて何がどうかかったのか全部踏まえた上で、あ、香港白だったわってなって、香港さん白って言ったんですよ。だから簡単に言うと、バカなんですよ、バカ。分かってなかったの、早とちりで。でそっからもういろんなものが人間不信になっちゃって、もう暴れちゃったん、雪村で。しかもね、みんな、香港さんと雪村って、契約上、まあ、香港さん何パーもらうよとか、そういうものがあったん。で、とある会社が、雪村とかに対して払わないといけないお金があったんだけども、香港さんは、そのお金入るのが遅かったから、先に立て替えて、雪村に普通入るお金を先に払ってあげてた。先払いで。これって香港さんのポケットマネーから出てるものなんですよ。雪村実質、ちゃんと自分が稼いだ分のお金は、もらってるんですよね。で、雪村はそれが分かってなかったんだよ。今回なんでこういう問題になってしまったのか。知識のなさです。そして、人間を信用できなかった。これ雪村の人間性ね。で、もう一つは香港さんも悪い部分がある。ちゃんと説明とか諸々してるんだけど、やっぱ人の性格上、僕何年も一緒にいるんで分かるんですけど、感情的になったら周り見えなくなるタイプな香港さんって。伝え方も、ちゃんと正しく伝えてたんだけど、問題はお金なんだけど、人間性のところで余計に雪村とかを不信感与えてしまった。だからこれって経営者として一番ダメだと思ってて、僕は。経営者って良くも悪くも感情的になったらダメなんですよ。人って動かせないし、会社って動かなくなっちゃうから、その時点で。だからこれが俺の香港さんの今回ダメだったとこ。で、俺が配信やめましょうよって言っても勝手にしちゃったでしょ、あれ。俺の許可なしに。まああれも全部感情だよね。言われてんのが嫌だったから。雪村が弁明してくれないから。それはそうじゃん。だって雪村って弁明するわけないじゃん。自分が悪く見られるの嫌なんだから。あいつは自分がよく見られるようにそれは立ち振る舞うよ。まあ、せめて俺使って伝えるとかさ。やっぱそういう動きをしないとダメだったよね。まあでも、中身のお金の目に関しては、香港様一切は不正はしてなかった。これどっちもどっち。でもこのどっちもどっちの話で終わらせればよかったのに、
なんかいつまでも二人がズルズルと引きずるから、なんかこうやって変な話になってんの。雪村は香港さんに任せきりにしすぎただけ。これやればいいやってなっちゃっただけ。ちゃんと内容見ないで、何にお金がかかってるのかを確認してないで、自分に入るお金だけ見て、おかしいじゃんってなっちゃった。で、香港さんも会場費用こんぐらいかかるよ。はい、これ決算表ねっていうのを毎度見せてれば、こういう問題にならなかった。で、ここから雪村の話をしますね。雪村が朝いろいろ話してました。ポニキャットの話の中でチョコラビと雪村は会計が別だと思っていた時一括りされていることが判明。チョコラビの赤字を雪村とセットにすると黒字になるという話をしていた。これちょっと香港さんから聞いたんですけど、僕チョコラビの赤字分を雪村が背負ったみたいな話になってるんだけど、これは違ってて、チョコラビはチョコラビで稼いだ金、赤字になった分はチョコラビ側で払ってて、雪村で稼いだ分の金はちゃんと雪村で生産してると。じゃあなんでチョコラビの赤字分が雪村が稼いでるってことになってるかというと、とある会社の人がかかってるライブの主催だったんですよ。この日の幕張のライブは土曜日がチョコラビの幕張メッセで、次の日が雪村の幕張メッセのライブだったんですよね。とある会社の人がチョコナビだけだと赤字分が出てしまうと。で、これなんで赤字分出るかというと、トロッコっていうのがあって、そのライブでする際にお金がかかるんですよ。チョコラビでトロッコとか使うと、チョコラビの方で赤字が出ちゃうよって。みんなちょっとおかしいなと思ったでしょ。これ、実は二つのライブパッケージだったんですよ。一緒で考えられてたライブの費用なの。チョコナビと雪村が二つで一つのパッケージとして土日をこうやってた。企業側からしたら。でも俺ら個人からしたら、チョコラビでかかった分はチョコラビで生産してたし、雪村で稼いだ分は雪村に払ってたし。会社側は、合算してやった方が得だよねっていう。その雪村の捉え方的に、チョコラビの赤字も全部雪村で稼いだ金で全部穴埋めしたみたいになってんだけど、穴埋めはしてなくて、ちゃんと雪村は雪村で払ってるもの払ってるし、チョコラビはチョコラビで払ってるもの払ってる。会社側の分の合算してやったら赤字もなくなるから、実質ね、チョコラビの赤字で雪村のお金は使ってないです。で、この件を、香港さんは雪村に説明したんだって。したんだけど、雪村が理解できなかったらしい。ごめん、一つだけ言うわ。パッケージを提案したのは、別に会社側じゃなくて、香港さん的にはチョコラビで赤字分が出ちゃうから、別にこれパッケージやった方が良くないですかみたいな話があったの。で、その会社の偉い人も、あ、そっちの方がいいね、みたいな話になって、お互いの意見の同意の上でパッケージが出れた。でもその説明は雪村にその時にされたのかはわからない。まあ、こういう言い方されるとなんかね、俺らチョコラビのお金全部雪村が背負ってくれてるみたいになっちゃってるから、別にそういうわけじゃないよっていうことだけ伝えとか。雪村の分でチョコラビの赤字埋めてるんだったら、雪村で稼いだ時のお金も俺らに入ってることになっちゃうからね。香港さんが白玉先生の話書いて雪村のブランディングを心配。いや、これ本当に、こいつ、クソ社長マジで。いや、マジ、ここに関してはクソ社長だもん。なんでこいつに話すの？理由がわからない。いや、これも社長呼んで怒ります今日。でもさ、こういうことすると、俺らの情報も回ってんのかな？雪村も雪村自身の情報も誰かに話されてんのかなって不安になるよね。こんな、やってたら。外部に話すなよ、ガチで。はい、ここからセクハラの話です。香港さんにセクハラ、香港さんに言い分、誕生日から酔って抱きついた香港さん最高と言った。ポケガメのポチナが雪村の家に送った時にディープキスを共有された。抱きついたのやったとも、ディープキスを共有したか覚えてない。これこれさん、ポケガメさんにセクハラについて言うのは言えばいいと思った。香港さんが持ってるカードとか、雪村が持ってるカードでレベルが違うか、こちらが持ってる証拠出した方がきついのではないか。まあ、これに関しては、僕、雪村が酔っ払った時にこいつの家に送ったことあるんで、言ってたんですけど、まあ、ディープキスを共有したのかどうかわかんないですけど、雪村は香港さんに対して、ちょって言ってました。これは覚えてます。僕チューチューチューって言ってました。ガッチリ覚えてます。香港さんチューしようって言ってた。でお酒に飲まれた結果です。でこれは証拠あるのかって言われたらないよ。だってチューしようって言ってる人の録音するわけないじゃん俺が。しかもなんならこれ表に出す気なかったし、うん、でもお前らが言ったから今俺説明してんだからね。今昔からの友達だからそういうのなんかなと思ったんだけど、まあでも相手がセクハラって言ったら、まああれでもいじめと同じだよね。いじめた側はいじめだと思ってないけど、いじめられた側はいじめだと感じてるみたいな。あ、そんな感じなんだろうね。香港さんからしたらセクハラされたみたいな。まあでも雪村は言ってました。ガチで言ってました。チュー、香港さんチューしよう。動画を見てたそこの君、今すぐこの画面をスクショして LINE で友達追加してください。友達追加するとポケカメの最新情報を毎日受け取れる。これをあえて追加してお願いします。それでは続きをどうぞ。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ。ちょっとある程度僕の話聞いてくださいました？あ、聞いてましたよ。あ、よかです。なんか間違ったとことがありました？てか、そもそも、なんでこういう話になったかってのちょっと説明したいんだけど、はい、俺は神プロ一回抜けたいって言ったんだよね。その理由が、神プロメンバーに、お前ら、足んねえよ、みたいなことを言ったんよ。やる気ねえのかよとか、意見ちゃんと出すよ、みたいなことを言って、はい、で、まあ、言語化してあげた方がいいのかなって思ったから、メンバーに、それぞれ、ここ、こうした方がいいと思うよってのを、グルタに送ったんよ。そしたら、ユキムが、俺ちょっと、
全員と話すわ、納得いかなかったらやめます神プロみたいなことを言って、あのグループラインを抜けたんよ。俺的にはなんかユキメのサポートしたつもりなんだけど、ユキメが、まあ、そうやって嫌な気持ちになるんだったら俺辞めるよって、別に俺が入んなくてもできるじゃんって。で俺が入んないとできなくなる理由ってお金だけじゃん。だから俺お金はユキメに全部貸すよって言ったの、無償で。そのお金を使って運用しなよって、運営しなって。そのメンバーの中で運営とかができる人間もいたりとかして、まあ、そのつてがある人もいるから、まあ、そこに頼めば済むだけの話じゃねって俺は思ったんよ。じゃあユキム、今ユキムのお金関係全部俺がもらってるもの、分かってるものは全部教えるねって言って、電話でデータも渡した上で説明の話をしたのね、ユキムに。そしたらユキムの中では全然ライブって稼げてねえじゃん、まずなって、え、こんな感じなんですかみたいな。不確定情報のやつだし、俺ももらってないから今現状で渡せるのはこれっていうのも説明とかはしたのね、全部。そこでお金の話を全部出したのよ。この神プロをもし雪村が一人でやるのであれば、ビジネスのことは理解しないと必ず良くない方向になると思ったから、俺はその話を雪村にしたんよ。いや 僕、うん、まあ、僕が単純に聞きたいのは、その香港さんが分かってても、ユキムが分かってない可能性があったからこれが起きてるなと思ってるんですけど、うん、今の話聞いてて思ったのは、香港さんはその決算書とかそういう証拠になるものはつどつど渡してて、多分ちゃんとユキムラが、バカ殿様が1から10までちゃんと理解できるまでの説明があったかって言ったら僕はないと思ってて、じゃないとバカ殿様があんなノートで暴れるわけないから。そもそも説明をする必要がないの。なんでかっていうと、まだ案件が終わってなかったからなの。収益分配の話が俺がついて減る可能性があるじゃん。そしたらユキムのお金って増えるじゃん。まだ不確定事項なのことなの。ユキムに対しても金銭的な問題があるっていうんだったら、俺不安だと思うから先に渡すよって言ってお金も渡してるわけ。先にポケットマネーとして先払いしとくねっていうことは言ってるんですか。言ってる、はあ、LINE にも情報ある。じゃあこれは貸したお金じゃなくて先払いのお金だから、借りたとか思うのやめてねって言った。あー、なるほどね。借金とかじゃなくて、うん、もうそれ実質お金入るお金だからっていうのは言ってあんのね。だから月にお金使ってねって言ったもん俺当時。まあ説明したのは分かったんですけど、うん、多分雪村に分かるように説明されてなくて、じゃないとこの問題絶対起きないんで、うん、だから多分、うん、香港さんが今ここで1から10説明できてるんだけど、多分この1から10説明されてたものを当時の雪村にされてるかって言ったらでもされてなかったし、香港さんなりに説明したけど多分雪村は分かってなくて、でもとりあえずお金が入ったし、こういう風に動いてんだな、うん、OK 運営としてちゃんと動いてんだなっていうなーなーな状況で OKOK って言ってたから、実質2桁で見たら雪村にか、あの入るお金が少なくてかかってるものもかかっててっていうのを理解してあいつは暴れたようにしか見えないから、うん、だから多分今回は普通に多分説明不足っていうのもあったし、雪村が理解してなかったバカっていうのも、まあ、話聞いてると思ったから、まあ、正直俺と雪村って、俺はビジネスのことをやる仕事、雪村はプレイヤーっていう仕事なわけじゃん。ビジネスをやる上で誰を信頼してるかっていう話じゃん、正直なこと言うと。まあ、その俺を信用できないってもなっちゃった時点で、多分俺の話っても全然通用しなくて届かなくて、正直なこと言うと、ただそれだけのことだったのかなっていうふうに俺は思ってる。まあ、今俺が何言ったって信用できないっていう風になってると思うから、弁護士さん呼んでって感じだったって感じ。え、結局お金の件は白って証明できたんですか。本当は31日税理士さんの、同じ税理士さんだから、その税理士さんの元でやろうねって話があったんだけど、俺はユキムが体調崩したから来れないって話は聞いてて、けど、まあ、事実は別にユキムは体調崩してなくて普通に遊んでたのかなっていう、8日に話そうねってなったって感じで。あとさ、もう一個言いたいことがあって、あ、俺がさ、会社の勝手に口座を作ったみたいな、でそこにお金を入れようとしてたっていう話があったと思うんだけど、はい、あの口座が違う話だっけ。それも何らおかしいことじゃなくて、普通に会社運営として会社の口座、まあ、チョコラビの株式会社チョコラビって口座があるし、事実としてね、うんうん、そこに俺がお金預かんないと難しくない、その運用自体が。あ、まあ、口座作って、なんでこの口座にこのお金が振り込まれることになるのかっていうのも説明はしてたんですか。いや、まず法人口座作ることは説明はしてた。別の口座ができるのも、そもそも雪村の口座にお金が入るっていう話が決まってたわけでもない。雪村が法人口座、株式会社その中って法人口座持ってて、そこに入る予定だったならわかるじゃん、まだ。例えばね、雪村の個人口座に金銭が入るのっておかしくない。あー、だこれみんな分かってないと思うんだけど、例えばもともと持ってた個人口座があるとするじゃん。俺が会社を作った際、会社の口座を作らないといけないの。これから例えば多額のお金を稼ぐ人っていうのは、稼いだお金を会社の口座に入れないといけない。でこの会社で稼いだお金は実質、まあ、自分のものなの。なぜかというと自分がその株式を持ってるから。だから好き勝手に使っていいんだけども、表上では会社で稼いだお金ですよ、であなたは会社から給料をもらってる立場の人ですよっていう説明になるから、雪村それを勘違いしてたってこと。うん、そう。
だから普通になんで俺の口座に入んないんすかって言われるけど、ユキムが最初に出てたなんで別口座の設定になってるのか分かんねえって言ってたノートがあったと思うんだけど、あれってユキムラのお金です、うん、ちゃんと皆さん、あのユキムラの会社に入ってるお金なんてちゃんとユキムラの金です。ただユキムラは入る口座が違うし、これに対してまたその今までの人間不信とかがあったから勘違いしちゃったことね。そう、でもそれ説明してたらユキムラ理解してるかね。でもそれ説明したいって言っても説明の場に来なかったり、いや俺本校さんと話したくないんでって言われたら、それいや僕が聞いてるのは出来上がった時にその説明したのかってだけです。法人口座が、そういや法人口座が出来上がった時にその説明はしてないよ。そう、そこなんだよ。香港さん頭いいからこそ頭悪い人の説明に対して分かりやすく説明するのが下手くそ、マジで。雪村は法人口座の知識がなかったから、多分なんかまたそこを不信がってきたんすよ。うん、うん、だからそれで説明しますって言っても説明聞かなかったもいいじゃない、うん、まあその問題起こった後からね。まあこれは俺は香港さん今回の件はお金の面に関してとか一切悪くない、これマジで悪くない。この人ちゃんとやってるしチョコラミもやってくれてるから一切悪くないんだけど、あ俺の常識と雪村の常識が違ったって話ね、そうそうそう。でプラスの説明不足だから、うん、それで雪村はだって雪村ってポンコツじゃないですか、ところどころちゃんと。だってみんな俺ですら理解できてることを雪村はできてないからね。で俺はこれを理解するのにライバルの人とかから自分で話聞いて分かったけど、あと香港さん頭いいからこれ常識でしょっていうのを多分雪村その常識知らないから説明できてなくて、あたかも悪いかのように説明されてなんかなっちゃったと思うんですよ個人的に。マジ的つきますけど嫌いだからとかじゃないよ、まあ、それは香港さんの常識であって、多分他者からしたらちゃんと説明するべきとこは説明するべきで、知らなくていいんじゃなくてちゃんと知らないといけない部分を知らないといけないと思ってるんですよ俺は。だからチョコラビって別に香港さんがそういうことをしてる風と誰も思ってなくて、だってもう仲間だし、うん、もう家族みたいなもんだし信用してるし、でそこに関してはいいんだけど、じゃ別の人とビジネスをやる際にそれ一緒にしちゃったらダメなわけで、なんか人それぞれのやり方があって、で今回、うん、香港さんのその常識のせいで問題起こってるのは事実じゃないですか、うんうん、そうだから、まあ、これマジで反省だと思うんですけど、個人的には別の人とまた何かをやるってなったらそこちゃんと社長としてね、じゃあこれが何でできるのか、俺何かこれは理解してますか、これはどうですかっていう説明をした方が、うん、まあ問題は起こりにくいのかなって思いました、うん、じゃあまあここは理解したんでいいんですけど、あのもう一つがなんか白玉ってやつにいろいろ今回の件、雪村と香港さんとその株式会社トノチューの件話したでしょ、うん、うん、ここ何で話したの、こいつこいつは部外者やんだって。いや白玉先生が好きだからです。違う、好きだからって何でも言ってよ。あ、分かった分かった、じゃあごめんごめん、まず一つがこの話ってそもそもこんな何千人の前で話すようなそう話じゃないよ、うん、そうないよ。俺はポケたちあの飯会やったじゃん、はい、ユキムとの、はい、でそこでも綺麗に終わらせてやっていこうねって話もしてたわけじゃん、うん、そもそもだから俺は別に表に出すつもりもなくてそもそもはで俺が言いたいのは綺麗に全部終わればいいなって思っていたよ。で俺は自分のやるべきことを淡々とやっていたけど、その中でノートに書かれる一部抜粋したりなんだりをしてね書かれてて、でもポケの配信をやこういうことをあーだこーだ言いたいわけでもなかったし、そもそもじゃあ自分の中ではポケの次に誰がやるのかなって時に、まあ、白玉先生で、白玉先生は俺のことも知ってるし雪芽のことも知ってるよね。だからある程度中立な立場だと思ってるから、俺の中では白玉先生っていう人が信頼もできるし、なんだろう、自分の中では悪い人っていうふうに思ったこともないし。あやなんやないかい、この特徴は完全にあやなんやないかい、これでセカンドパートナーとかいうもんやったら俺は動くよ。ここまで大事になるとも思ってなかったっていう感じ。いや現に話して大事になってるし、プラス数ヶ月でしょ関わって。いや数ヶ月だけどさ、今までさ白玉先生の活動って見てきたわけじゃん。いや人間性全部知った気で相談したんですか。いやまあでも俺はいやこれマジでこれいやもう相談相談っていうか事実を喋っただけ。いや事実じゃなくて裏でも表でもちょっとこれ言おうと思ってたんですけど、うん、香港さんのマジで良くないところはあの本当に人信用しすぎ。香港さん僕見てるじゃん、その例えばさ、うん、つどつど会うたびに活動者とご飯食べたとか食べに行くとか、うん、そういうのもそうだけども、あの俺って活動者と飯行っても絶対に身内の話しないんですよ。うん、これなぜかというと信用してないから。だって分かんないじゃんそいつの人間性、数年間かかったわけじゃないから、うん、でも香港さんはある程度中立でこの人見てくれるんだろうな、さっきも好きだからですとかね、何を知ったのか分かんないけど、うん、今回たまたま喋らないやつだったからよかったけど、ペラペラ喋るやつだったらどうしてたんですか。
食べらない人だって確信があったから言ったって感じ。その確信もあなたの確信でしょ。で証拠か喋らないって録音とか証拠とか全部そのなあったの。じゃあ実際に喋ってしまった時の相手を殺せる材料とかありました、うん、いやそれはないです。ないですよね。じゃあ喋られた可能性もあったらあなた殺せないですよね、はい、白玉のこと。はい、すいません。あの口軽いのもそう、昔から。あと他者信用しすぎ、せめて白玉に話していいぐらいの相談欲しかった。わかりました。ああ、じゃないと、いやだってあなた俺とずっといるやん。社長として何か問題起こしていいときは対処できるときだけなんですよ。わかりました。あなた対処できないのに問題起こしちゃってるんですよ。すいません、うん、え、それマジでよくない。呼びます白玉を。俺のせいで白玉先生が怒られるの。え、そうです。あなたに昔言いましたよね、配信しないでくださいって。社長で発言してはいけないことを発言しちゃってリスナーが困惑しちゃったりとか、そういうのができないんだったら配信しないでくださいって何回もつどつど言ってきたじゃないですか。前そういう問題があったから配信しないでってことも言ってたのに、昨日も俺のなんか突破なって配信したでしょ。はい、しました、うん、だから俺今日配信してるんだよ。すいません、ありがとうございます。そもそもどうすればいいのかっていうのを話さないとダメなんだって、香港さん。いや、だ俺は、俺はあなたが大好きだから言ってるわけで、間違えた行動してるから今言ってんだよ。そもそも雪村に常識なんてないんだから、一から説明しないとダメなんだ、あのバカは。だって今回マジで理解力なかっただけじゃん、あいつの。でもこれ一から10ちゃんと説明してたら理解できて怒らなかった問題かもしれないじゃん。ね。確かに、その通りです。これマジ改善しないとダメですよ、ここ。わかりました。これ仲間だし、これからもずっと一緒にいたいし、終わらせたくないからずっと一緒にいる、本当のお兄ちゃんだと思ってるからこそ、説教っすからね、これ。ありがとうございます。リスナーにたらかれてどうしようじゃなくて、当たり前だもん、たらかれて。で、メンタル弱いならするなって話。はい。おい、クソガイ野郎、マジで。俺、怒られるんすか？てめえ、マジで。何、どういうこと？どこまで話聞いたの？結構、まあ、どこまで話したかってことを言うのもちょっと漏洩になっちゃうから、あんま詳しく言えないですけど、まあ、話の軸というか、まあ、結構重要なポイントは聞きました、うん、根本的にさ、香港さんから聞いたら俺に連絡しない普通。え、あなたいつも何かあったら俺に連絡するじゃん。あ、それはそう。で、これからもそうするって、ね、言ってたじゃんよ、チャットの方で。え、なんで香港さんから来て、ポケ仮面かかってな、ね、なんかね、勝手にかかってると勘違いして俺に連絡しなかったの。俺めっちゃ不倫相手みたいになってる。ガチで。まあ結構僕の中の認識で、暴露系に関してはポケクに相談するって感じだったんですけど、ぶっちゃけもうポケクに共有してるかどうかも分かんない状態だったんで。根本、どっちから話来たんですか、先生に。まあ、別件でちょっと話してる話があって、僕から、あ、そういえば大丈夫ですかってちょっと僕から聞いた形になっちゃったんですよ、社長に。社長に、うん、で社長がそれペラペラ話したってこと。いや、まあそう、ポケ君視点だ、そうなっちゃいますね、それは。まあ、いや、そうでしょ、事実。なんで俺怒られてんねや。なんで怒ってるかというと、個人の配信で匂わせるようなこと言ってましたよね。そんなに匂わせること言ってました。いやいや、自分は知ってるよみたいな感じは出てたじゃないですか。あ、まあそうですね。ですよね。で、これ裏で話、いや、それは俺が、もううるさいから黙って、香港さん、マジで。俺が、いやいやいや、もういい、一回ミュートにする。俺が白玉先生の話してるから。外部に漏洩しないって話は、匂わせも一切ない話なんですよ。僕が言ってんの。でも少なからずあなたの個人配信では何人かは察しをついたような感じになってたじゃないですか。はいはいはい。はい、で僕はその時点で、おかしいよねって話をしてるだけで、何も漏洩しないってそういうことだよ。まあそもそも話してもないよ、全く知らないよってさ。そうそうそう。なのにあなたは知ってるかのように個人に匂わせてたじゃん。匂わせましたね。これ多分、いや、これは外部からあなたから聞いた話かもしれない。これはいいことなの？悪いことなの？これに関してはちょっと理由があるので説明しても大丈夫ですか？はい。なんかあることないことが結構あったり、なんか噂が結構広まって状態だったんですよ。例えば香港さん悪くないのになんか何したよねとか、はい、なんか後ろめたいことあるんじゃないかみたいな、はい、それに関してはなんか後ろめたいことは内容的な、そういうなんか噂話が無駄に広まることを防ぐための手段の一個として、僕は知ってるよ的な話したかったんですけども、それがちょっとなんか悪い解釈になってしまったのは本当に僕の、ね、それはその噂収まったの？それを話して、それで一時的に僕の枠で収まったんですけども、その後雪村くんがノートを更新しちゃいましたね、うん、収まるわけないでしょ、理解してない、何百人見てるわけですよね、はいはい、はい、じゃあ600人見てたとして、600人全員がそれ何も起こさないと思ってます？少なからずその600人の中に雪村が見てる可能性もあれば、この社長が見てる可能性があったわけだよね。あなたがちょっと匂わせを話したせいで、この社長はコメントしたわけじゃん、あなたの枠で、うんうん、だよね。動かしちゃってんじゃん、予告してるだけで。で、雪村もノート更新してるよね、うん、それは僕きっかけじゃないじゃないですか、それは。そうだよ、どこきっかけか分かんないじゃん。
いや、なんか今回の件でポケ君が不快に思ったことに関しては、まあ多分なんかもう全く言うなって手に置いたらすごく納得できるんですけど、ポンさんがコメントした件とか、その雪村君がノート更新した件っていうのは、それはご本人たちの自由意思で、正直それは僕がどうしようもないもんだと思うんですよ。これが聞きたい。裏で何も話さないって手で話聞きました。まあそういう約束はしてないですけど、まあそういう暗黙に了解だと思ってました。見合わせとかしないのもそうなんじゃないの、話さないっていうの。いや、でもこれぶっちゃけポケ君目線からすると、そんな自己判断で決めることじゃない。それはそもそもポケ君に判断委ねるとか、なんか香港さんに判断委ねることやねってことだと思うんですよ。これ根本は香港さんが悪いんだよ。いやもう、いやもう、でもそれ、その上で僕の判断ミスもあったと思うんですよ。香港さんが白玉先生に話す自体がまずは社長が悪いね、みんな。そんな情報を配信者ともあろう僕が軽く扱ったことに対して、まあ、ポケが怒ってるって感じですね。まあそう、軽くというか、匂わせてのだるいなと思った。じゃああなたきっかけじゃないしろ、それがきっかけで何か動いた可能性あったわけじゃん。あ、それありえますね、全然可能性としては。 それがうざいなと思って、まあ、暴露系だからあの匂わせちゃ、俺も匂わせる時あるから言っちゃうの分かるんだけど、だからこれはあの、八つ当たりです。ぶっちゃけこれポケ君が送る理由俺めっちゃ分かるんですよ。あの危険な情報って軽く扱わないし、匂わせもしないじゃないですか、慎重に扱うから。はい、そうですね。で今回結構危険性が高い情報なのに、匂わせるなんて危ないことして、そういう自己判断でやるのどうなの、それ一回チョコラビサイトに確認すべきだよね的なポケ君の怒りはすげえ分かるんで、それは本当申し訳ないです。発泡美人すぎてうざいんだよね、その白玉先生。そういう情報扱う時の共有がないから、うん、えみたいな、その情報だ欲しいだけなんみたいな、俺の人間欲しいがより加速するというか。僕のせいで本当白玉先生が怒られて本当に申し訳ない。いやそうだよ、だってあなたが大好きっていう理由だけで教えただけで、こいつは匂わせしたんだからね、配信で。反省してください、本当に。はい、まあ、白玉先生に今ブチ切れたのは八つ当たりだけど、俺も匂わせするし、てか暴露系がそもそも常識なんて裏の情報を守るなんていう話すらおかしいからね、そういうジャンルだから。100香港さんが悪いんだけど、でもうぜえから八つ当たりした。まあその辺で香港さんはマジで反省しないといけない、本当に。いや俺言ったよね、二人で話した時、チョコラビやる際に俺香港さんがポケやめないのって言った時に、俺やめない理由言ったじゃん。じゃああなたそれについてくるって言ったじゃん。で俺はメンタル折れたらダメだと思ってるから、折れないでずっと仮装してんの、調子悪くても。そうやってついてくるって言った社長がなんでこういうことしちゃうのって話。人間だからです。うん、いやもうからつけんなそれで。人間でも我慢しろ、成長しろ。ガチで、いやガチで思うんだけど、え、うん、無理なんだけど。なんで結構俺嫌な言葉があって、活動者の影響力とか社長なんだからっていう風に言われるの結構俺不快で、正直。いや仕方、別に仕方ない、社長だからな、社長だからもう。いや言いたいことがあって、別に俺がチョコラったわけじゃないし、そもそも別に俺が社長になりたくて社長になったわけでもなくて、うん、もはや社長って肩書きなんか下ろして自由に好き放題喋れる。名指し社長だから言っちゃいけないとか、喋っちゃいけない、何を言っちゃいけない。じゃあ俺はその言葉がきつい、もうそれをなんか盾に一般人の人が何言ってもいいみたいな感じで、俺人間なんだけど、そもそもこれマジで言っていい、うん、あの活動者だから社長だからこうしないといけないっていう理不尽さと、これだから誹謗中傷受けて当たり前だとか、これだからこうだからっていうその理不尽さは分かるし、俺も今年で8年目だけど配信して、もうやっぱ理不尽なこと言われて、やってないことあたかもやったかのような感じになったこともあるし、炎上した時もいやお前らに関係ないだろうってなったけど、でもある程度影響力あるからやっぱ炎上するし、もちろん理不尽なことすごい分かるんだけど、全部自分で決めたことじゃないですか、全部自分でやろうと思ったでしょ。どういうことで、あだから人、だから簡単に言うと自分がやろうと思ったからやってるでしょ、仕事をってこと。そう、仕事を。俺しかできる人がいないから俺がやるしかなかったっていうのが事実。少なからずやっていく中で俺がやってあげないとなとかさ、うん、あなんか社長としてこれやろうとか、まあ、ポケのためにこれやってあげようとか思ってたものはあったわけじゃないですか。それはありますよ、はい。もう何かやるってことは責任がかかるってことで、嫌なこと言われてもやるしかない、だって社長なんだもん。で俺も活動者で影響力ある配信者なんだもん、嫌でもやらないといけないんだよこれって。で理不尽だって、はい、もうしんどいってなった時はもうどっかで吐け口吐くとかさ、ストレス発散するとか、だからその役割に俺らなるって言ってんだから、なんか何でもいいから、グループラインでも何でもいいから言ってきなよそれを。あの人に対しての甘い方が分かって長さすぎた。この問題が起こってやっと口入ってきたじゃん俺に対して。だからやることやってて、あなたがすごくて頭いいのも分かってて、理不尽なこと言われててしんどいの分かってるけど、社長なんだからやらないといけないんだよ、仕事してんだからやらないといけないんだよ、あなたが会社を立てて俺らと一緒にやるって自分で決めたことなんだから。でも分からなかったら、しんどかったら俺らが話聞くって言ってるだけ。はい、その通りです。本当に俺見てて分かんなかった、俺理不尽に今までたたかれて炎上してきたけど、何も文句言わずにやってきてるだろ。本当にマジでこっちは理不尽にやっても金もらってるわけじゃねえか、関係ねえんだよ本当に。ではこの白玉先生って人にもろもろ言うのやめて。俺に来た、びっくりした。いい人なの、知らねえよいい人なんて、知ってくれよ。
平玉先生はいい人だ。俺からしたらすり寄ってチョコラミの情報を手に入れてるようなヤバいやつにしか見えねえよ。人間不信だよ。多少ちょっと仕事で仲良くなってさ、ご飯食べたくらいで話すなよ、その内容をさ。まあ、確かにヤバい話は秘密保持契約結んだ方がいいですね。本当だよ。普通それなんで、社長がするのそれが当たり前なの。次からなんか香港から来たら俺に連絡して、絶対に。わかりました。約束、この場で約束、ごめん、今。わかった、ちょっとこの場で約束するわ、じゃあ。はい、今宣言してください。香港さんからなんか重めの話来たら、ポケ君にこんな話を受けましたと僕はポケ君に共有します。はい、お願いします。ありがとうございます。でその上で俺が、まあその話したんです、まあ、俺は内情知ってるんでとか、俺が大丈夫だよと思ったら別にそれはそのまま続話してもらっていいんで、ポケリス、今俺の配信見てるポケリスも今回の件で、あの香港さんが何が悪いか分かったでしょ。で、ゆきまるも何が悪いか分かったでしょ。まあ、マジで簡潔に言うと、ゆきまるは本当にビジネスの理解力がなかっただけで、本当にバカ殿、本当にバカ殿こいつはな。こいつはこれだっただけ。俺より理解力がなかっただけね。で、香港さんは説明不足。あの、裏ではちゃんとしてたけど、説明ちゃんとしてなかった。あと、他人信用しすぎ。あと、自分の常識だと思ってることを相手に押し付けたせいでこの問題になっちゃった。俺らチョコラビは OK だけど、他の人とやる際は、それはちゃんと説明してないとダメな話だと思います。ちょ、分かってない人、ちょ、先生説明して。あ、はい、説明します、うん。そのパッケージの件ってのは、それは香港さん一人が、まあ、責任者ってのは同じじゃないですか。普通こういう案件、グループごとに分けるとか、誰がするかで分けじゃなくて、担当する人間で案件担当するのは結構普通だったりするんですよ、こういう企業って。うん、香港さんがあの責任者ってのは同じなので、それでまあ、一パックにした方が業務上効率いいよね。で、赤も補填できて、まあ、全部プラスですよね。ってことで、あ、それだったらビジネス的にいいじゃないですかって話進んだんだけども、ただ雪村くん視点で感じると、まあ、私利用されたのかな、みたいな気持ちになってしまったっていう誤解が生じてしまったって話です。はい、だから簡単に言うと問題はないんです、これ。チョコラビ側が雪村の金もらってることもないし、雪村側にチョコラビの金が入ってるわけではない。でも企業の会社側としては一緒にやった方が経費だったりそういうのが削減できるからお互い得だよねって話なだけ。チョコラビの赤字分が雪村背負ったって話は一切ないです。逆に言うと、だからチョコラビだけでしか使ってないものはチョコラビにしか経費として請求されてないし、あの雪村でしか使ってないものはそもそも雪村にしかあの請求はされてないけど、合同で使ったものに関しては50-50になってると、はい、でそれは単純に単体でやったら、例えばだけどプラス 30% 払わなきゃいけないとかだったとしても、合同でやることによってその 30% が、得するって考えたらお互い 15% ずつ得するよねっていう感じの考え方っていう。香港さんって意外と説明下手っすか。俺説明下手なの。そうなの。そう、だから俺が指摘したでしょ、この人頭いいけど、あのバカに教える説明力がないのよ。ああ、レベルを合わせられないんだ。そう、合わせられない、合わせられない。そう、頭いい人にしか話理解できない、この人の話は。あの、俺の配信見てるやつも分かると思うけど、ポケカメの説明の方が100分かりやすかったでしょ。そう、俺はあのバカに説明する能力があんねん、噛み砕いてな。そうですね、そういうこと。ありがとうございます。リスナーのことバカって言うな。薄っぺーか。この後雪村が何言ったとしても、もうお金の件はしろってあいつが言ってるから、ただの愚痴だと思った方がいい、みんな。あ、愚痴ってんだみたいな。ね、なんなら朝4時間の録画ちょっと俺聞いたんだけど、もうほぼ愚痴やったから。一切今回の件が動くような話は何一つなかった。感情の部分の話したら切れないですもんね。そう、切れないから。あ、どっちもどっちです。はい。ちょっと匂わせた信用を取り戻すために、あのご飯の日程を僕に LINE でください。そしてご飯を僕に奢ってください。それでチャラにするんで、いったタイマ飯。怖い。いいな、いいな、楽しそう。あ、ぜひぜひお願いします。お願いします。じゃあ、お疲れ様でした。すみません、ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、僕が言いたかったのは、別に裏手のことは白で、まあ、言うことなかったんだけど、やっぱ人間性ですよね。うん。あと、人にどう伝えるのか。やっぱ人と関わるのって、本当大変だなと思いました。